DS PDS。 ヘガスさん、京都ね、別荘に来てるってことなんでね、ピザ窯を作っていきます。何回目だよ、何回目だよ。何回目、あれ何回作った、うん、まだ2回ぐらいだと思うんだけど。そっか、はい、今日はね、まあ、僕でもできるねピザ窯をね、まあ、作っていくんで100万再生お願いします。でここ、まず聖地ですね、みんなの好きな聖地。自分だけで、やっぱ野球部やってたんでね、ずっと僕聖地やってたんですよね。本当かよ、はい、ね、蚊がいっぱいいるよ。うわー、ちょっと叩いて叩いて。あ、僕気にしないっすよ。では積んでいきます。あ、積み寄せ、おい、積み、いいじゃん。で、はい、ジェイソン君と組んだやつね、潰しました。ちょっとね、適当すぎるんで、僕はもうピザに対する思いだけはね強いんで、ちゃんとしたやつをね作って入れて、うんっす。まあ、組み立て式っていう時点でピザに対する思いが、まあ、ちょっとあれなんですけど。で、ブロックを持ってきます。ひたすら組み立てる日記です。エアポッドすんな、このクズ。動画に集中しろ、クズ。1個が10キロぐらいあんでね、これもう腰やべえぞ。これ真っ二つに割ります。レンガを割る作業なんですけど、これが一番ね大変でした。うお、割れた、やった。中央のでかいレンガがね微妙な大きさなんで、それに合わせてなんか半分に切るのが超大変だった。大変に決まってんだろ、このカス。え、かっけえ。はい、ピザ窯がねできたかもしんないでね、ピッツァを作っていきます。で、ちょっと今日はね簡易的なピッツァになっちゃうんですけど、でピッツァね、これでってやつ、次はねイタリアンピッツァのね粉でやるつもりなんで、組み立てるだけでめっちゃさ時間かかって大変だよな。なんと水測るやつがなかった。買いに行かないと何も揃ってない。てか、なんでペットボトルにさこう100ミリとか書いてないの。そしたらこれ容器に使えるのに、ちょっと考えろよな。いや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 、はい、今ね、今ダイソーで買ってきたんですけど、まあ軽量で、なんとこれ2つ間違えて買っちゃって。おい、はい、ちょっとこれ視聴者プレゼント、ピッツァを入れます。水 100cc 結構多いね。混ぜて混ぜて混ぜ混ぜミックス。こんぐらいになったらね5分寝かせます。では5分経ったんで飛ばします。ちっちゃいなこれ。気配悪いんですけど、ピザソース、チーズ、よし、これ最後かね。では点火。丸太でかいかなこれ。お、ついたついた。結構ね薪やんないとね火力上がんないんですよね。ではね、わざわざシャベルで入れます。おお、すごい、なんかそれっぽいね。お、いい感じいい感じ。熱くなってきた、熱くなってきた。うわ、すごい熱い。いい感じ、いい感じ。これがピッツァね。本場のピッツァ。うわ、いい感じや。ちょっと食えるかね、確かめてみます。お、取れた。おお。よし。バジルがやべえことに。いただきどんって。生地がまだまだっすね。これもうちょっとやった方がいいな。まだまだなんかピザの、うん、まあ、全然うまいんですけど、せっかくピザ窯でやってんでね。ちょっと2個目ね、もっとしっかりやります。反省点は生地がまだもちもち。PDS 株式会社チャンネル登録。
よろしく、よろしく。